はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、無料充電に、今から行ってみようと思います。まあ、200ボルト電源の、まあ、無料充電であれば、まだまだね、残ってるということで、今から向かっております。ホンダEでもね、こうやって、はい、こんな感じで、今いる位置から近くの、普通充電とか急速充電の位置を調べることができます。まあ大体なんかこの近くだったらトヨタさんが多いですね。まあトヨタ行っても面白いかもしれないですけど。今から行くところは、OK ホンダ、芦屋市役所まで案内して、もうすぐそこやった。まもなく西道を左方向です。あ、どっか左入れるかしら、入れてくれるかしら。ありがとうございます。はい、BM さん入れてくれました。どうもありがとうございます。はい、左でした。というわけで、まあ、もう間もなく着きます。ここね、200ボルト電源が、無料ということで、空いてればいいんですけどね。空いてるかな ?EV。ルート案内を終了します。お疲れ様でした。ホンダEが止まってるぞ。まあ、ちょっと、あれ、レンタルかな?初めて見た、あれ?ヌーナンバーってことはあれなんやな、あの方はひょっとしてオーナーさんかな。ちょっと待ってみようと思います。ちょっと今待ってる間にいやー、すぐ終わるかな、どうかな、ちょっとわかんないんですけど、実はね、コンセントの、見積もりを出してきました。ちょっと今の時点では会社名は伏せておりますけども、100ボルト電源、私のね、実家の方に、つけてみようと思ってます。で、3種類実は見積もり出してみました。まあ、このホンダEのね、200ボルト電源ですよ。まあ、それが普通の3キロワットっていうタイプですね。まあ、それが一般的になるんですが、まあ、その見積もりと、プラス、外にね、100ボルトコンセントもついでに増築してくれということで、まあ、一緒に、まあ、100ボルトと200ボルト、足した見積もりと、あともう一つね、この200ボルトでも6キロワットっていうね、工事が実はできます。で、その6キロワットの見積もりも、まあ、ちょっと、まあ、予算的に合わないと思うんで、まあ、参考の見積もりでしていただきたいということでちょっとお願いしました。普通の200ボルトの3キロワット EV 電源新設工事というものですね。で、家に来てもらって、ブレーカーの調査とか、まあ、何メーターぐらいね、コードがいるかとか、まあ、床にね、配線を通すとか通さないとか、まあ、現地調査っていうのが必要になってきます。まあ、それで、まあ、条件によっていろいろ金額は変わってきますね。で、私の家の場合は、もう、できるだけ簡単にしてくれと。床下配線はもう特にしなくていいですよと。すごいね、結構ね、潜りづらい、家だったんですね。で、天井もまあ2階建てで、1階と2階の間ね、まあ隙間がそんなにないので、まあそこも這わさなくていいですよと。まあいうことで、まあ天井に、まあモールをしていただいて、もう配線するという感じなんですね。で、メーター数で言いますと15メーターです。15メーターで、まあ、コンセント工事、プラグとかいろいろ全部、ブレーカーもね、新設しなければダメでした。まあ、それで合計が、税込みで、91,300円ですね。まあ、そのうち税金が、まあ、10% ということなんで、今ね、電源切れちゃいました。なんかやっぱ節電モードになるみたいですね。まあ、あれですよ、消費税ね、別で考えると、83,000円ですね。で、まあちょっとね、値交渉を私しました。10% ぐらい、まあ最終的に値引いていただいたんですけど、まあそれでまあ8万、
3000円ということですね。内訳を言うと、まあ、先ほどの、1メーターあたり高度が、2200円でした。まあ、かける15で3万3000円ですね。で、ブレーカー新設工事。こちらも、まあ、ボックス取り付け含むということで、まあ、人件費含むですね。含むなので、まあ、それで2万5千円と。ヤフーとかでね、調べたらね、結構、まあ、1万円から2万円ぐらいで空いてるところがあるんで、まあ、結構安い方かなと思いました。本題焼きましたね。ちょっと、移設します。では今からね充電していきます。今、航続可能距離が73キロですね。でこれクーラー今消すと82キロになります。で今、34% ですね。さあちょっと早速充電していきますわ。そっか、これ充電カードいらんのかな。ちょっと止め方が悪かったか。こんな感じ。ねえ、いいね。これ家にあればいいね。こちらね、1回あたり60分以内と、18時まで利用ができます。いやー、ほんとね、無料が一番助かるわ。ポチッとな。今ね、ちょうど、5時になろうとしてます。まあ、5時ですね。5時からスタートということで。こんな感じでね、Apple Watch にね、今、充電始まりましたという、通知が来ます。これ1時間で、いくら貯まるでしょうか。いや、ホンダいい、かわいいわな。やっぱね、この車の魅力ってね、私はやっぱね、このデザインなんですよね。初代シビックのような、ちょっとレトルチックな感じもしますよね。これですね、パナソニック AC100V。 あれ、これ 100V なの。あ、ちゃうわちゃうわ。 100V のほらコンセントも使えるよということですね。ほら普通のコンセントもあります。あ、ここほらちゃんと 100V 用っていうのもね書いてましたね。まあ、利用のね申し込みも不要ということで、まあ来て空いてたら、この時間帯に空いてたら、まあ誰でも充電できるというものになりますね。まあでも60分っていうのはね、ちょっとありがたいですね。だいたいね、30分っていうのが多いので。ただ、これあれやな、60分、今何分っていうのが、ここにはわからないんですけど、はい、なんやかんやで、今、充電しております。では、最近ね、私ね、ちょっと家で仕事をすることが多くて、本をね、読み出しました。結構ね、時間にゆとりができてきたんですよね。今読んでるのこれ、金持ち父さん、貧乏父さん。ちょっとこれまだ読みかけなんで、今から読んでみようと思います。まあ、というわけで、まあ、本でもね、読んで、時間を潰そうかなと思ったんですけど、今、ちょっと、途中でしたね、途中。家にね、新設工事、EV のコンセントです。で、まあ、それが、まあ、税込み9万1300円ですよ。200V ね、3kW。で、100V 電源を、まあ、ついでに一緒に、工事したら、税込みで124,080円ですね。まあ、その差約3万円です。まあ、こちらももちろんコードとかプラグとかね、まあ、手間賃がその分ちょっと上乗せされるので、まあ、プラス3万円ぐらいかという感じですよね。ただね、これまあちょっと3万かどうかって一瞬ね、ちょっと今悩んでて、最終的にまあ普通の EV コンセントにしようかなと今思ってます。で、問題の6K ですよ、6K。6kW ね。まあ、このホンダ E もね、誰かコメントしていただいた方で、6kW で家で充電してますという方がいらっしゃいまして、その方は、まあちゃんとホンダ E、充電できたらしいんですね。ということはこれ対応なのかっていう感じで、ちょっとね、調べてもね、情報が書いてないんですよね。まあ一応6kW が、まあ、この車によってね、対応してるかどうかっていうのは、まず調べてからやった方がいいと思います。で、まあ、それに、プラス 100V 電源ですよね。を、新設工事して、トータルで、なんと、税込み 547,800 円。
高えよ。ちょっと高えよって感じやな。これ税込みで、まあ 10% なんでね。まあ49万8000円ですよ、それでもね。まあコンセント、100ボルトのコンセント引いたとしても、マイナス3万ですから、46万8000円か、になるわけなんですよね。いやー、これ何が高いのって感じなんですけど、これね、まあざっと見ると27万っていう項目があって、まあこの充電器本体自体も高いみたいですね。まあこの本体がまあ27万すると。ああ、そっかそっか。これ、コードの単価っていうのも変わってきますね。3kW と 6kW で、そのコードのね、太さが、なんか違ってくるみたいで、単価がね、4000円になってます。この辺でもすごい差があるんやな。で、ブレーカー新設工事っていうのも、なんかね、ちょっと高いです。11万になってます。6kW に対応したブレーカー工事っていうのが、必要になってきます。で、あとは、家に、調査しに来てもらった時に聞いた時は、家自体に、どれぐらいの負荷がかかるかっていうのを、聞いてました。まあ、うちの親父、今、一人暮らしなんで、そんなにね、電気使ってないんで大丈夫なんですけれども、例えばね、4人家族で、まあ、夏場でしたらね、クーラー、いろんな部屋でガンガンかけて、冷蔵庫とか、なんかもう、めちゃくちゃ家の中冷やすとかなって、電気使いまくる時期ありますよね。まあ、そういった時に、やっぱ、パンクしちゃうわけですよね。なので、まあ、そういう家自体に、そういう電源のゆとりの幅がない場合は、あんまりおすすめできないと言ってました。もしくは、もっとね、関西電力ね、から、電気を、まあ、プラスする工事っていうのが必要になってくるみたいです。そういうのを、まあ、もし、まあ、電気容量がね、少ない場合は、さらに増築していくということになってきますね。で、一応これ参考見積もりだったんですけど、一応ご丁寧にね、まあ、6kW はちょっとメールの方でさらにちょっと、難しいんじゃないでしょうかというね、内容が来てまして、6KVA っていうらしいですね、のものに関しては、まず、私のね、実家の方が結構狭い駐車場でしたので、設置スペースがギリギリだったというのがまず、おすすめしないポイント1でしたね。やっぱり機械自体が、外付けの機械も大きくなるみたいで、それなりのスペースが必要になってくるということですね。で、先ほど言った大きい容量を送ってしまうため、通常電気利用に支障が出る可能性があるということですよね。まあなのでまあ夏場のね、クーラーガンガンとかね、そういう時にもうブレーカーがバシャーンと落ちたりするんですかね。ちょっと電気容量がもう結構目一杯まで使ってしまう可能性があるということですね。で、配線経路の新設に通常よりも大きな費用がかかるといった観点から、まあおすすめあんまりしませんということですね。まあ、ですから、まあ、結局、その先ほどのコードの太さであったりとか、まあ、ブレーカーもっといいのつけないとダメとか、いうので、やっぱ大きい容量をするときは、やっぱり、それなりに、周りの環境も、すべてが、金額が上がっていくという感じなんですよね。まあ、なので、まあ、6kW で、まあ、充電はできると言っても、まあそこまで、まあそこまでちょっと投資して、ちょっと乗るほど、車ね、そんなに距離乗ってないんで、まあどうかなという感じで、まあ、通常の 3kW で十分ですよね。これぐらいの金額差があるとしたら。ちょっといろいろ考えたんですが、ちょっと2、3日実はね、これお返事するの考えてる最中で、まあ今日実は朝返事してきました。で、あいみつをね、取ろうかなと最初思ったんですけど、ちょっとね、いろいろ考えたら、まあ 10% もお値引きしていただいたし、まあこの辺で手を打っといた方がいいかなっていうのが私の結論です。っていうのは、いわゆる普通の、この EV の、この電気工事ってね、結構、ちゃんとしたね、技術がいるわけなんですよ。やっぱり電気工事士が、ちゃんと、まあ、いる会社でお願いする。もしくは、今までの、経験値ですよね。経験値を持った、
会社に、お願いするのがいいのかなという、まあ、信用のところですね。まあ、実績と信用のところを、まあ、私は考えて、まあ、今回お願いしたということですね。まあ、金額もね、私が大体、まあ、想像してたぐらいの金額かなというところなんですよ。コメントでね、私6万円でやってもらいましたとかね、いう方結構、いらっしゃったんですよ。実際ね。まあ、それだと、ひょっとして6万ぐらいでできるんかなと思ってたんですけど、まあ、実際、まあ、値引き入れて8万円と。まあ、それはね、結構いろいろ条件が違うんですよね。そのブレーカーが、まあ、私の実家ね、結構、築もう30年ぐらいですよ。結構古いんで、もう昔のね、こう小さい、こう、ブレーカーが、もう埃まみれのブレーカーがついてたんですけど、まあ、それに、まあ、今度ね、新しい口、まあ、200ボルトつけないとダメなんで、まあ、新設になるわけですよね。まあ、そういったブレーカーを新しくするっていうのと、その、やっぱコードが、やっぱ通常のコードよりもやっぱ太いんですよね。その200ボルト用ってなると。まあ、それをこう、15メーターぐらい、必要だということで、まあ、それがね、もっとメーター数が短ければ、まあ、安くなるわけなんですよね。まあ、ですから、多分その、ね、もっと、と探せば安いところあるかもしれないんですけど、まあねっていう感じなんですよ。で、一応ちょっと調べてみました。大手の電気屋さんありますよね。そこでちょっとざーっと調べてみたんですけど、エディオンっていうところが、まあちょっと探しきれてないところあるんですけど、あそこは電気工事ができるという感じで書いてました。ただ3キロワットで、まあそれがね、10万円ちょっとからって書いてあるんですよね。それが一番下のところで、まあ10万なんですよね。なので、まあ結構そういう大手の、まあそう電気屋さんとかに行くと、まあ、結局そこから、あそこはね、多分機械を売りたいはずなんですよね。で、そういった施工に関しては、その電気工事屋さんに、まあ、依頼してやるという感じなんで、結構ね、その、間のマージンを取ったりとか、で、まあ、結局10万ぐらいするのかなという感じはしました。で、あと、街の小さい電気屋さんありますよね。完全に個人でやってるようなところ。まあ、そういうところでも、電気工事士の方が、まあ、いらっしゃると思うんですけど、まあ、そこにお願いしようかなと、まあ、実家のね、近所に実はあるんですよ。あるんですけど、ちょっとね、扉開く勇気あります？いや、まあ、開けてもよかったんですけどね、なんか覗いても人の鍵がなくて、これ開けていいのかなっていう感じなんですよ。なんかね、これやってんの？やってないの？っていう感じのお店多くないですか？まあ、そこでね、こうやってもよかったんですけど、結局ね、なんか、EV のね、そうコンセントの取り寄せ時間とか、結構かかりそうだな。まあ、あったとしても、実績がね、少なくて、まあ、初めてやるとかね、なんかいろいろ、電気屋さんといっても、その EV に関しては、結構素人に近いんじゃないかなっていう感じでね。まあ、どうかな。まあ、そういうところにお願いしたら、ひょっとしたら、6万ぐらいでできたかもしれないんですけど、まあ、ちょっとその辺は、まあいいじゃないかと、まあここまでね、もう話進めたし、もう見積もりで値引き交渉もしたし、まあ、相見取るほどのもんでもないか、まあ2万円ぐらいの差だったらなと思いながら、まあ結構大きいですけどね、2万円ってね。まあそれでも、まあちょっと信頼、まあ実績のあるところに、まあちょっと今回お願いしたという感じですね。で、まあそこで、まあお願いしたとか、結構ね、V2H とか、ソーラーパネルとかを結構施工してるところで、まあこれからね、電気自動車とか、あと災害の時ですよね。そういった時に、電気を貯めれるとか、まあ結構環境に配慮した会社なんだなというので、まあちょっと、印象的にも良かったわけなんですよね。まあそんな感じで、まあちょっと今回お願いしたという感じでした。はい。ベラベラ喋っておりますが、まだ23分です。結構かかるな。っていうか、この間にまだ、ね、プリウス PHEV とかよくこの辺ね、充電、リーフとか来ると思うんですけど、今日は今のところ来ないですね。先ほどのホンダ E の方、ね、気を使ってもし、
ね、早く出ていただいたんでしたら、この場を借りて申し訳ございません。まあ、特に何も言ってないですよ、私が。特にプレッシャーを与えたわけじゃなかったんですけど。まあ、親切に、ね、まあ、それかまあ、偶然1時間経ったのかなっていう感じかな。まだ、2%? 嘘。今 37% ですよ。これあれか、クーラーつけてるからかな。今ちょっとね、窓開けて、クーラー節約しようかなと思ったんですけど、蚊がね、蚊がいたんで、ちょっともう蚊が入ってきたから嫌だなと思って今閉めたんですよ。もう噛まれてかいいわ。もう夏ってこれが嫌やな、蚊が。はい。というわけで、もうちょっとね、今から充電して帰ろうと思います。ね、やっぱね、家でテレワークとか増えてくると、やっぱ時間がね、ちょっとゆとりが出てきたなという感じなんですよ。今までね、結構パツパツでね、もう、睡眠時間も削ってこの YouTube っていうのをやってたんですけど、まあ通勤時間、まあ片道ね。はい。間もなく15時59分です。ほぼ1時間経ちました。では、電源の方を入れてみますね。ポチッとな。ETC カードを確認しました。お、42% か。ということは、6、7、8% 溜まりました。1時間で 8% か。ちょっとね、途中、クーラーとかガンガンつけてたんでね。もうちょっと溜まるやろって感じかな。まあでも1時間で 8% って、まあまあかな。そっか、ここちょうど、あれか、18時までやったもんね。これをポチッとして、コードもちゃんと片付けて帰りましょう。ね、これマナーですよね。コードね、ちゃんとしとかないと。カチッと。あ、なんか6時のチャイムが鳴ったな。じゃあ帰りましょう。読書も終わったし。はい。というわけで、もし私のチャンネル面白いと思った方は、グッドボタンよろしくお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい。というわけで、本題、今日は無料充電してみましたでした。じゃあね、バーイ。